今回1400円の癒し系のフィギュアに挑戦をしていきます。癒し系のフィギュアなんで、もうね、癒し、あなたにとっての、私にとっての、みんなにとっての癒しを提供していこうと思います。はい、癒されてください。ということでですね、まず1個目の癒し系フィギュア、こちらになります。ででーん、はい、ラブライブちゃんになっておりますね。はい、あの癒し系フィギュアって言っても、ほら、皆さんそれぞれ癒しは違いますからね。まずはラブライブから攻めて、ラブライブ好きなラブライバーの方の癒しをまずは提供しようと思います。頑張ります。これはもう練習して、だいたいなんか、なんとなく得意になってきたやつですからね。まずは、左で、右の輪っかの端を狙う、こんな感じ。ほら、1回目にしては順調じゃん。ほら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 、この、あれですよね、1回目だいたいミスって、まあまあまあ様子見ですからね、みたいなパターンがお決まりだったのに、今回は、来てる。そう。次、右アームで左の端を狙う。ここら辺。ちょっとミスったよね。まあ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 、様子見ですから。まあ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 。最初の様子見ですからね。やっぱりこの流れがないと、ちょっと自分の中でも、なんかしっくり来ないんですよ。そういうこと。この子はルビーちゃんなんだって。いけそう。あと何回かでいけそうな気がする。思ったら左、右アームで左狙うより左アームで右を狙う方が得意だから、もうそれしかやんない。前にヌッキーくんがこの輪っか付きのやつやって、もうひたすら同じ場所しか狙わなかったんでしょうね。私もそれでやります。もう右しかやんない。わかんないので、あまりなんか何を喋っていいかわかんないですね。だから無言です。もう追求してると、こういうの集中しないとやばいやつだから喋れないよね。では、あの手前角が出てきたんですけど、もうね、安全で行きたいんで、もう少し角を出しましょう。そうしましょう。はぁはぁはぁ、2回、あと2回で行きたい。いや、もう、わぁ、見ましたか？今までで一番綺麗なイリュージョンスピンでしたよ。めっちゃぐるぐる回って、やば。はい、ではまず1個目、ラブライバーさんのための癒しのフィギュア、はい、黒沢ルビーちゃんでございます。あー、なんて可愛いんでしょう。はい、あ、ごめんなさい、輪っかが邪魔。こちら、はい、可愛いですね。ではまず、うん、1個目、次2個目の
癒しのフィギュア、あの皆さん自分の推しが出たら来るかドキドキしながら見てください。はい、次行きます。ひずし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 。それでは2個目の癒し系フィギュア、こちらでございます。あれですね、ランマ2分の1、早乙女くん、ランマくん、はい、主人公の方かな。ほら、何もさ、癒し系のフィギュアって女の子だけじゃないですからね、推しはいっぱいいるから、はい、そんな感じで、ランマ2分の1、9ポス、頑張ろうと思います。残りの回数は限られてますからね、集中してもマジで無言でいきますよ。ねえ、私ランマ2分の1は見たことあるんですけど、漫画は読んだことないんですよ。でもめちゃくちゃ気になる。あれですよね、なんか変身かなんかあれですよね。あの知ってる方いたらどこら辺があの名シーンか教えてくれると嬉しいですね。これあれじゃない、デジャブ蘇るんですけど、落ちくの真ん中だよね。はい、店員さんに直してもらいました。もう弾いちゃってね、あれでやばいね、蘇ってくる、やばい、欲しい。ずつまた持ち上げて狙っちゃう感じでしょ。最後頭を押し込んだら持ち上げたらゲットできるやつ、素晴らしい。来た、これがやりたかったんですよ。そういうこと、イエーイ。かわいい、あなたの推しのフィギュアでございます。よかった、よかった、マジでよかった。はい、ということでですね、よかったよ、最後無事ゲットできたんで。はい、1400円でほらもう2人の推しの癒しフィギュアゲットでございます。はい、こちらですね。はい、で今回ですね、他にも癒しのの子がたくさんあったんですけど、今回はこの2人の子で終了となります。ぜひ皆さん餃子店にいろんなかわいいかっこいい推しの子がいるんで、見かけたらぜひゲットして癒しゲットして癒しを感じてください。はい、ということで今日の動画は終わりになります。また見てね、バイバイ。